はい、シロックマンです。今日は SG 戦ですね。はい、はい、ドラゴン1やってみたいと思います。これあれの、まあ言うたらセガ版スパルタン X みたいな感じですね。あ、左からなんや。スパルタン X は右からですけど、あ、そっか、蹴りしかできないって書いてあったな。なんかちょっと前にやった MSX 版のスパルタン X みたいな感じもしますね。うわ、めっちゃ難しいやん、こっちの方が。蹴りしかできないらしいんですよね、これ。パンチできないらしくて。ジャンプキックと蹴りしかできないらしいですね。あ、確かにスパルタン X ですね。うわ、強っ！めっちゃむずいやん。泡みたいなんねんな、敵倒したら。ナイフ男がいるの。その代わり一発で倒せるんですね、こっちのナイフ男は。スパルタンは 2回、うわ、上下で撃ってくるってきついな、これ。なんか見た目ちょっとだけなんか ER カンフーの主人公に似てる感じもするけど。強いな、結構。やばい。うわ、めっちゃ難しいやん。一面めっちゃむずいやん。感知ができないもんな。うわ、避けたと思ったら上に撃ってくるっていうね、難しさ。あ、うわ。そんな上下を、にそんなに素早く反応できないですよ。むず。めっちゃむずいな、おい。超難しいやん。スパルタン X、MSX 版に近いかもしれないですよね。MSX 版のあの、なんか、アチョーっていうやつあったじゃないですか。聖剣アチョーやったっけ？あれにちょっと近いかもしれないですね、難易度的には。あれも一面クリアするの大変、クリアできなかった気がするけどな、俺やったとき。あれと同じくらいの難易度ですね。もう瀕死な状態なんだよね。全然進めないやん、これ。うわ、めっちゃむずいな。これはちょっと無理ですね。ボスまでもいけないぐらいの難易度やん。この上のやつがボスなんかな。待ち構えてんのかな、あれ。ほら、上下撃ってくるのはずるいでしょ。さすがにスパルタン X でも上下は撃ってこない。ああ、でも撃ってくるけど、あれも。でも、避けた後にすぐにこうやってね、こうやって撃ってくるのはなかったと思うんですよ。一画面でもう上下撃ってくるっていうのはなかったと思うんですよね、あんまり。あ、撃ってきたかな？撃ってきたかもしんないけど。あ、上に行くんや。あ、落ちた。落とし穴があんの？落とし穴あるか、おい。めちゃくちゃやな。結構、今のは一番進んだ方でしょうけど。うわ。これ、あれがエンカウントちゃうわ。ブラウン管テレビの方がいいな。これ、デジタルテレビだとね、遅延が起きることによって、そんなにうまく進めないというか。ほらほらほら。ほら、落ちるでしょ。あそこで落ちるの覚えとかないかんねんな。でも見えないもんな。これぐらいか。多分こっち行ったらボスでしょ。なんかさっき待ち構えてたやつ。こいつがボスでしょ、多分。うわ。うわ。なんて読めるの？ヌンクマン。ヌンちゃん。
読み方がわからない。これ多分ボスですよね。多分ね。いや、難しいな、これ。めっちゃ難しい。これはまあ、遅延が起きるか、アダルコテレビでやった方が絶対いいよな、これ。デジタルテレビでやるとどうせ難しいと思いますよ。レトロゲームは基本的にアナログテレビでやった方が、敵出なかったな、珍しく。アナログテレビでやった方がいいと思うんですよ。遅延が起きるんでね、デジタルテレビだとね、どうしても。あと、レトロフリークは余計に遅延が起きるんで。レトロフリークじゃないな、これ。レトロペディアですけど。レトロペディア系も、まあ、デジタルテレビ自体が、ああ、行き止まりなんや。やっぱさっきのボスのところに行かなあかんわけや。これ歩き続けたら敵出なくなりますね。立ち止まったら敵出るっていう感じですね。もう、なんていうのかな。そんな感じが。立ち止まってるとどんどん出てくるんですよね。歩き回れば、そんなに出ないというか、そんな頻繁に出てこなくなるというかね。いや、強い。強いわ。めっちゃ強い。ボスを倒したら体力回復するらしいんですよ。やっぱこれ歩いてたら敵出ないですね。立ち止まると敵出てくるというか。満タンでボスに挑めますからね。倒した。ボス倒したやん。満タンになるんですよね。ボス倒したら。継続するんですよね。スパルタ X みたいに、こう、2回とかにならないっていうか。あ、行き止まりや。ちょっとだけ慣れてきた感じありますね。あ、こいつは多分ナイフの男でしょ。お、折れた、死ぬんやん。ああ、今度まっすぐ行った方がいいのかな。あ、やばい。まっすぐか、今度は。上の、ずっと右は行き止まりやったもんね。そう、立ち止まると敵出るんですよね、やっぱり。もうこんなに出てきたら、あ、出てきたね、ボスが。ボス出てきたけど、やられたな。またこれ、上ね、ボスも倒さなきゃになるわけや。やっぱね、歩き続けたら敵出ないですね、これ。止まると敵出るんですよね。で、出てきたらすぐ倒した方がいいと。で、すぐ倒して、すぐ歩く方がいいっていうかね。そんな感じですよね、なんかね。さっきのこの先のボス出てくるんかな、これ。ずっと行けば、上のボス倒さんでも出てくるんかな、この先の。出てきますね。倒した。はい。満タンになるんですよね。なるほどね。だいたい分かってきた。コツが。すぐに出てきたら倒した方がいいってことやな。立ち止まらずに。はい。はい。で、今度2階のボス倒しに行きましょう。そういう感じか。だいたい分かってきた。面白いやん、なかなか。で、今度、これも満タン状態でまた 2回目の2人目のボスです。よし、倒した。はい。はい。これ、あれかな。なるほどね。面白いやんか、これ、なかなか。ああ、行き止まりなのか。
ていうことは、真ん中の階、下まで降りて無視しましょう。はい。真ん中の階の端まで行ったらロス出てくるんかな、じゃあ。今度は。この辺落とし穴だったりな。今度こっちまで端っこまで行ったらボス出てくるところかな。ああ、当たってもうた。ああ、上にいるやん。あ、今度は上に持って、もう一回行かなあかんってことや。行き止まりあったけどな、さっき。上どっか穴開くとこがあるんか。今度。あ、そっか、ここ落としたらまた落ちてもうたんや。ここやな。だって上に壁あったけど、あの壁なくなるんか。ボスが出て、一応出てきたから。またこっち行けば壁。回復、ボス倒したら回復。ああ、でもやっぱいけないやん。あ、蹴れば開くんや。あれ開かないやん。しゃがんでいけないしな。あれどうすんのこれ。鍵があるんやね、これね。あ、なるほど。蹴れば開くんや。もう一回蹴なあかんのか。あ、そういうことか。でもやられるわ、これ。なるほど、そういうことか。なるほどね。ちょっとさっきの上の階の先のところもう一回やってみようと思います。もう歩きながら倒す感じですね。そうじゃないとどんどん敵出てきちゃうんで、これなるべく無視できるとか無視して立ち止まって敵倒すと、どんどん敵出てきて、やられてまう感じなんで。ああ、もう瀕死や。でも、回復するから。はい。で、今度ここ。壁出たら壁破壊すればいいわけやね。そうか、これ立ち止まるからな。扉がある間ややこしいんですね。お、何や何や。あ、回復か今の。あ、敵やんか。回復かと思ったけど、敵っつうかあれやね、攻撃やったんや。なんかのこの先のボスの攻撃やったんか。これボスやんな。あ、あれ、あ、透明になるのこいつ。強っ。なるほど、大体わかりました。終わりましょうか。はい。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録とグッドボタン、ニコニコ動画よろしくお願いします。